続いて後半はコロナに負けない高齢者の健康づくりについて東近江保健センターの岩間さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新型コロナウイルスの感染拡大防止のために外出を控えた方もたくさんいらっしゃると思うんですが、この外出を控えたことによって特に高齢の方には何か影響が出ていたりするんでしょうか。はい、外出を控えて自宅での生活が長く続くと頭や体の働きが低下して身の回りの生活動作に支障をきたすことがあります。はい、年だから病気の後だからと思っていたことが実は生活環境が一変しあまり動かなくなったことが原因の場合もあります。はい、その状態を放置しておくとやがて介護が必要な状態になる場合があります。なるほど。ちなみに介護が必要となっている方は市内にはどれくらいいらっしゃるんでしょうか。はい、要介護認定を受けている人は65歳以上の人のうち男性1455人、女性3301人の合計4756人で全体の 15.8% になります。はい、また要介護認定者は平成24年度と比べて 1.2 倍に増加しています。年々増加していっているということなんですね。この要介護状態にならないためにはどんなことに気をつければいいんでしょうか。はい、要介護状態にならないために個人が取り組めることとしては適度な運動を行うこと、バランスの良い栄養摂取、歯磨きをしっかり行うなど口腔機能を良い状態に保つことなどが重要です。はい、東近江市としてはどんなことをされているんでしょうか。はい、東近江市では要介護状態にならないための事業として4種類の介護予防事業を行っています。はい、1つ目はパタカラ教室です。対象は日常生活に支障のある65歳以上の人で、内容は運動機能の向上を中心に口腔機能向上、栄養改善、認知症予防を加えた総合型の教室です。はい、期間は週1回の3ヶ月間です。これまで受講された方の中には歩行がスムーズになった、薬が飲みやすくなったなど多くの方々から喜びの声をいただいており介護予防の効果が出ています。このパタカラ教室に参加したことで日常生活にも良い影響が出ているんですね。はい、2つ目は出前講座です。地域の集いの場に専門職が出向かせていただき様々な健康に関する講話を行っています。はい、講義を聞いて学習するんですね。はい、筋力を高める体操や口の機能を高める体操などを取り入れその場で実践してもらい自宅でも続けてもらえるような内容になっています。はい、3つ目は地域リハビリテーション活動支援事業です。3年間定期的にリハビリ専門職等を集いの場に派遣し介護予防に関する知識や実践方法をお伝えして地域で継続して介護予防活動に取り組んでもらえるようなお手伝いをします。はい、集いの場に専門職の方が講師として来てくださるんですね。はい、最後はスクエアステップです。はい、スクエアステップとは25センチ四方のマス目で区切ったマットを使用し前進、後退、左右、斜め方向へ考えながらステップを踏んで連続移動を行うエクササイズで歩く脳トレとも言われています。うん、歩く脳トレ、体も脳もどちらも鍛えられそうですね。はい、指導資格を持った介護予防活動普及員が指導に伺います。スクエアステップのやり方だけでなく簡単な体力測定や介護予防のミニ講義もあります。場所はお近くの公民館などで時間も相談可能です。わかりました。こういった介護予防事業に参加していただいてコロナに負けない健康づくり心がけていただきたいですね。後半は岩間さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。